いただきます。じゃあとんかつです。初めて作ってみました。ちょっと一人分なんでコスパはまあ良くないかもしれないですけどね。ちょっとソースをねかけて、でキャベツにはマヨネーズです。ちょこっとからしを、ちょっとだけ味噌汁、ほうれん草です。美味しい。じゃあちょっと端っこからちょっとからしなしでいってみましょうか。こんな感じです。ちょっとね温度高かったかもしれないですね。うん、二度揚げしたんでねサクサクしてます。うん、美味しい。美味しくできましたね。うん、千切りキャベツね。うん、でちょっとだけねからしをねつけて、こんな感じで、うん、これまた美味しい。よく焼けてて、カリカリです。ご飯ね、炊きたて。うまいことできましたね。これ 100g ぐらいなんですけど、100g で十分ですね。うん。ちょうどいい。まあ店行っても150から200グラムぐらいですからね、頼むの。これ1枚だけしかあげないんで、パン粉と小麦粉は別に上からかければいいんですけど、卵めちゃくちゃ余っちゃうんで、7割方余ってたんで、もうそれはねちょっと醤油かけて飲んじゃいました。もったいないですからね。今使った油ももう使わないで捨てちゃうんですけど、もっとねもっと油少なめでもよかったかもしれないですね。その辺ちょっと経験で学んでいかないといかないですね。千切りがね結構ね粗いんで、もっと細かく切れるように練習したいっすね。うん、結構で自分でもとんかつできるんだなと思ってよかったし、まあちょっとちっちゃいかな、ちょっと少ないかなっていうぐらいの量が自分的にやっぱ食べてみるとちょうどいい感じですね。うん、美味しかったです。ごちそうさまです。